私は何にもなかったの。何をしたらいいか分かんなくなっちゃったの。人を傷つけて傷つけられて生きるなんて辛いよね。だから消えちゃいたかった。俺の国では王に子が生まれた時、占いによりお次を決める。アニジャには現れず、俺に王の印が現れた。兄を倒すことだけが一人生き残った俺の生きてる理由だから。伝説の通りならばエスカフローラは血を持てる。さすが呪われた鎧ね。災いの前兆ばかりあるのに。エスカフローラは翼の神が呼び起こす。このガイアを滅ぼしに現れたのかい？世界を消し去ることを望んでいる。気が流れてる。この剣か。